長です。紬だよ。前回の探索でレベルや HP なんかも上げてきたよ。武器の強化はできなかったな。でもレベルが上がった分攻撃力は上がってると思うけど。早速植物の必要性出る。何か手段があるんだ。この食材も怪しいよね。道はある。右は爆弾だね。この石は扉用の爆弾に配置。これでさっきの爆弾で開けたところまで行けるかな。戻れるみたいだ。仏教化アイテムゲット。一旦町に戻って仏教化をしてこよう。前回足りなくてできなかったから。その前に不要品を売却。アップグレードに必要な金額は確保だね。アイテムも買わないといけないから、完全に不要なものはここで。あとアイテムも補充しとかないと。これで武器のアップグレードに。15も集めないといけないのか。これ以上は先で集めていくしかないだろう。では戻って探索の続きを。やっぱり難しいんだよね。ここでは攻撃は炎が中心だろう。炎で回復されちゃったね。明かりをつけるのに気をつけないと。プレイ中は日差しも見えるけど、これを見てる人には見えづらいよね。あ、そう思うならつけながら進むのもありだぞ。できるだけそうしようと思う。バイブルです。落ちた。戻れない感じだ。確かにこのままでは上がれないしな。ラブでもない限り上がる方法はあるはず。あからさまに左のボタンが怪しいけど。イベントかな。ネズミだな。ネズミが来てくれた。これで先に進める。ここは風が吹いて操作が進みません。何かイベントがあるってことでもあるよね。きっとまだマップの 1% ですね。塞がれていて進める道は限られている。そこで降りていくしかないね。本当塞がれているところが多い。誘導されてるってことかな。またネズミだ。今度は閉じ込められる。強制戦闘だ。なんかネズミが焦ってるし、これぐらいなら余裕だね。時間がかかりそうだから続けて。スライムは余裕だね。またスライムか。どれぐらい続くかな。ちょっと難しくなってきてる。 HP が削られる機会が増えてくる。動きが速いのよね。攻撃で止まってくれないし。これで終わりだ。終わりだったね。ここは灯油の形
れの中と同じ地図になった。やばい、敵が増えてきた。断面に逃げた方がいい。上がってこれないのもよかった。レベル上げてこの状態か。研究所に近づけよう。ここで戦闘になるの？ならないな。これでオーブは全て揃ったな。終わりが近づいてきてるね。さて、右から出られないよね。左も出れないな。砂のオブジェクト。上も塞がれてる。可能性はこれだよね。圧気が大きくなった。気をつけて風で煽る感じか。この食材の付け方がこうなんだね。そして根っこも引っ込むよ。とりあえず右に行くしかない。強化アイテムだけど攻撃力強化がいいってか。そうなんだよね。とりあえず前の場所まで戻ってこれた。食材の付け方が分かったの。前の部分にあったものをつけに行くのがいいんだろう。そうだね。まずは着物をつけよう。風車に切り替えられるよ。これで切り替えて進める部分も今まであったで。さっき取れなかったライフル。
は地図が2つしかないようだ。その分一つ一つは大きいんだろうね。今度は最初の方に戻って食材をつけに行こう。に応じた効果が発動する確率を上げるようだな。こんな感じで通したりとか、なんかやられてばかりだな。ピラミッドみたいになったらやだな。またがボイル、足場が悪いから広いところに使う。進めるしかない。ここは豚爆弾使えそう。位置が開いた。ロードが入った。マナか。あまり使ってないからそれほど嬉しくないか。とりあえずここは森のようだな。補充して神殿に戻ろう。またセーブポイント。今回はセーブポイントの発見が早い。これまでの落書きなしにする。選択肢はやるしかない感じだな。まずはこっちから。待ってたっぽいな。今度はこっちを。また正解。ここんな感じのゲームだ。もしかしてどんどん敵が増えてくるの。なかなか厳しい。逃げられちゃったんだけど。
シーン。ダメだった。新しい特典。何回も変わらない時だ。破滅しかない。ポーションに使う余裕もない。久しぶりにやられたシーンな気がする。ではリベンジ開始。初っ端から外れた。対応引き続ければ相当なシーンで決める。今回はまだな。戦闘そのものは今のところ大丈夫だ。問題は今体が効きだね。でも油断したらあっという間にやられそうだ。長いのでさらに加速。一回一回のものがずれてるな。これじゃ線が見えるようにしとかないと場所がわからない。まだ続くのか。今回はミスが多かったからね。さっきのは本当に運が良かったんだ。今回はギブアップで。え、次回はもう少し探索してから。次回もよろしくお願いいたします。